学術会議前会長の広渡先生、この間も地方公聴会参考人と呼ばれた広渡先生、よろしくお願いします。広渡です。お集まりの皆さん、連日ありがとうございます。今日は簡単に、先ほど参議院の議員会館で地方公聴会に関する記者会見を開きました。こういうことです。私は参議院議長の挑戦に応じて横浜の地方公聴会に参加をしました。地方公聴会には特別委員会の委員が全員参加しているわけではありませんので、地方公聴会の結果は派遣報告として委員会で報告されなければなりません。ところがご承知のように委員会は委員長の信任動議を可決して、否決して、その後一過性に採決をして戻し採決をしました。したがって本来の議題の中には派遣報告というのが入っていたのですけれども、そういうことをすっ飛ばして委員会の戻し採決を行ったわけです。でそこで地方公聴会の議力が今宙に浮いています。つまり参議院の特別委員会の議事録に地方公聴会の議事録を添付するためには、委員会で派遣報告が行われなければその議事録を添付できないわけです。私は今日の記者会見で、少なくとも当日人は当日の結果を参議院の議事録に残してもらう権利がある、その権利が今侵害されているというふうにお話しました。もちろんそんなことは多分無視して最後まで突っ走ると思いますけれども、その一時は今回の事態の全体の民心を無視する政権与党のやり方の一つにすぎません。しかし私当事人個人としては、これは私の権利が侵害されたということをこれを大きくして言いたいと思います。最後にもう一つ、昨日の委員会の強行採決があった後、11時過ぎのテレビを見ていましたら、元幕僚長が出てきまして、安全保障問題は国民の意見を聞くような問題ではない、専門家が決めることだと言いました。最終的にこの専門家は軍人のことです。でもしこの幕僚長の見解を国民が支持するような社会になったら、それは戦前の社会と全く同じです。安保法案を阻止する戦いは、そういう社会を作らないという戦いであると思います。皆さん、もう少し頑張りましょう。ありがとうございました。広渡先生でした。大きな拍手よろしくお願いします。